ご視聴ありがとうございます。今回はトールが後輩の仇を取るために平田という男と揉めた際のストーリーの解説をさせていただきます。ここからはネタバレを含みますのでご注意の上ご視聴ください。ある日トールが色ぼけしすぎてふぬけになっているヒロシと純の愚痴をこぼしていました。するとそこに片桐が現れるのですが、坊主頭になっている片桐を見たトールがなぜ坊主頭にしているんだと疑問を投げかけます。すると片桐が以前にトールとヒロシにむちゃくちゃな状態にされたことを振り返り、そのことを思い出したトールがあの頭を剃ったのがもったいないことをするねと言って片桐を嘲笑います。するとあの時の憎しみが蘇った片桐が怒りで震え出します。その後片桐が信夫に用があってここに来たことを徹に伝えていたのですが、今日は信夫は来ていないと徹が伝えます。すると片桐の表情が曇り出したことで徹が何か心配事があるのなら言ってみろと発言し、片桐がたかりにあって持ち金が30円しかなかったため学生証と家の鍵を取られてしまい、今日金を払って取られたものを返してもらうことになっていると徹に伝えます。すると徹が自分が一緒に行って取り返してやると伝えます。やっぱり徹は男気にあふれた最高の男ですね。その後片桐が深々と頭を下げ、徹と片桐がたかり野郎との待ち合わせ場所に向かいます。そして徹がたかり野郎がヤバ線の人間じゃないよなと問いかけていました。すると片桐が高校生ぐらいのやつでしたと答えて高木野郎を発見します。その後トールの存在に気づいた高木野郎がふてぶてしい表情でトールに視線を送ります。するとトールがクールに高木野郎を睨みつけた後に高木野郎の元に向かっていきます。しかし高木野郎は表情一つ変えず、なんだてめえと発します。するとトールが取り上げたものを出せと伝えるのですが、高木野郎はその言葉を無視しててめえは何なんだと言った後に片桐に金は持ってきたのかと問いかけて徹の存在を無視して改めてたかりをかけます。すると徹が俺が何のためにここに来ているかを分からせてやろうかと言って凄むのですが、たかり野郎は徹を無視して片桐に金を持ってくる約束だろ、俺を騙したのかと言って凄み出したことで片桐が顔面蒼白になります。すると徹の怒りの炎が徐々につき始めるのですが、高木野郎が平然とした顔で徹に啖呵を切ったことで二人の対マンが始まると思ったその時、高木野郎がふっと笑ってすかした顔をして下を向いてポケットに手を入れてポケットの中に入っている片桐の学生証と家の鍵を取り出して放り投げます。すると徹が臨戦態勢を解いて片桐に肩がついてよかったなと声をかけるのですが、たかり野郎がトールになんて名だと問いかけます。するとトールが俺の名前を聞くということはお前も名乗るんだろうなと発言したことで、たかり野郎が今度片桐の家に遊びに行った時に教えてもらう学生証の住所はメモしてあると発言したことで片桐が怯えます。するとトールがたかり野郎に改めて啖呵を切るのですが、たかり野郎はすかした顔で冗談だよと言って立ち去ります。しかしトールの脳裏にこの先の嫌な展開が浮かび上がります。翌日トールがたかり野郎のことを信夫と新平に話していました。すると新平がたかり野郎が何かを仕掛けてきますかねと問いかけ、トールがそれはわからないがたかり野郎が何者かが分かっているに越したことがないので知ってるやつに当たってくれと伝えます。すると新平がたかり野郎の似顔絵の作成を提案し、トールが渾身の似顔絵を作成します。そして信夫がその似顔絵を持って聞き込みを開始したその時、顔を晴らした片桐が現れます。その後トールが片桐にたかり野郎にやられたのかと問いかけていたのですが、片桐はほっといてくださいと答えます。すると信夫が片桐の取った態度に激怒するのですが、トールが信夫を抑えて高利野郎に脅されてるんだろ、そうなんだろと片桐に問いかけるのですが、片桐は違いますと答えます。するとトールがおめえだけの問題じゃないんだ、
俺にとっても重要な問題だ。あの野郎、俺を怒らせたらどうなるか教えてやると言って怒りをあらわにします。その後トールが片桐に心配いらないから話してみろと伝えるのですが、タカリアローに怯える片桐が、何が心配いらないんですか、24時間そばにいてくれるんですか、もうほっといてくださいと言って激怒します。するとそこに新平が現れ、タカリアローが元住友中学の平田という男の可能性が高いと伝えます。すると徹が片桐の敵を取ってやると発言するのですが、それを聞いた片桐が、やめてください、もうそんなことはしてほしくない、また自分がひどい目に遭わされるだけだと訴えかけます。その後も片桐の訴えかけが続くのですが、片桐が徹より平田の方が怖いと言っていると思わせるような発言が続きます。さらに平田が徹のことを恐れるどころか連れてこいと言っていたと話したことで、徹の怒りに火がつき、俺を舐めやがったらどうなるか、平田とお前に分からせてやると言って徹が平田狩りを決断します。その後平田が愛徳を見くびった発言をしていました。すると平田の連れが愛徳にも気合の入ったやつがいると話すのですが、平田がそれを否定して、上等や店舗ならともかくと話します。すると平田の連れが、加藤と仲間以外は大したことはないと付け加え、それを聞いた平田は、ひろしの存在は知っているようで、ひろしが愛徳に入っていたことに驚きます。そして平田が仲間のことは聞いたことがないと話します。すると平田の連れが、ヤクザモンがバームクーヘンを持ってスカウトに来た男だと話したことで、平田が焦り始めるのですが、相手は俺が何者かも知らないから大丈夫だと話したその時、平田がバットを持って待ち構えているトールに気づきます。そしてなんで俺の家をと言って慌てふためきます。するとトールが不敵な笑みを浮かべて、なぜでしょうと問いかけると、平田の連れが、こっちは二人いるんだと言って凄みます。するとトールが、俺たちも二人だよねとバットに語りかけ、その後にトールが平田と話をつけに来ただけなので、外野はおとなしく見ていなさいと伝えます。すると平田が、片桐の仕返しかと問いかけるのですが、トールが腹に据えかねることがあったので片桐は半目にしたと答えます。すると平田が、俺に用はないはずだと伝えるのですが、トールが俺を連れて仕返しに来いと片桐に言ったんだろ、そういうことを言われるとこめかみがピクピクするんだと言って平田に凄みます。そしてトールが、俺を舐めまくったことに格好をつけろと発言したことで、平田が片桐から奪った金をトールに回すと伝えます。するとトールが金の代わりに平田の歯を要求し、それを聞いた平田が、嫌と言ったらどうするんだと言って単価を切ります。するとトールが、このバットが5、6本まとめて抜いてくれると発言したことで、平田がそんなことをしてただで済むと思っているのかと言って激怒します。するとトールが、どうなるか試してみろ、今度は歯じゃ済まねえぞと言って凄んだことで、平田が怯えながら、あんたの名前はもしかしてと発します。翌日、信夫が片桐を呼び止めていました。そして信夫が片桐にトールからの預かり物を渡すのですが、それはトールにビビった平田が速攻で歯医者に行って抜いてきた歯でした。今回はトールの男気とかっこよさが際立った素晴らしいストーリーでした。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。